い、では次、続いてのコーナー行きましょう。はい、こちら教えてネモケン。ネモケンさん毎回ここだけなんかちょっと照れますね、はい。このコーナーはズバリネモケンさんが視聴者の皆さんから寄せられた素朴な疑問や質問、お悩みにお答えするコーナーです。今日の質問はこちら。ネモケンさんはいろいろなところで最新のビッグバイクエンジンはコーナーでは低い回転位置を使うようにとアドバイスされていますが、はい、スーパースポーツは昔も今もピークパワーが1万回転など高回転型です。最新型の低い回転位置は昔のバイクとどう違うのですか、というご質問です、ね。これ非常に難しいんだな、実は、うん。この番組の時間の中で終われるのかなみたいなぐらい難しいです。なので今回は宮城さんに説明してもらいましょう。そんなもう予定外の予想外の振りですよ。いやいやいや、というか実はね、これまあ聞いてらっしゃる方もそうなんですけど、多分私から言うと、どちらかというとさっきの今日やったこの、コーナリングマシンにビッグバイクがなったよという高回転型の時に育っちゃったライダーだろうと思うんですね。でやっぱりその一番回転とか今こうね BM のエッセンとかドカティとか1万4000とかもっとですよ、回りますから。そういう高回転のバイクね、モト GP なんかは2万回転1万8500とか回ってます。でそういう時にそれを頑張って乗るっていう風に、それが高回転高出力というのがもう言ってみれば、なんていうの、飾りのお言葉の中ではですね、一番こう舞い上がれる一番のあれだったっていう時代ですよね。でもさ、はい、僕ら大阪の地元のバイク乗りの先輩にはエンジンは必ずレッドゾーンまで回せと教えられましたよ。でそれとエンジンを高回転で回せないやつはダメだ、下手れだって言われましたけど、その間違いでしたね。というのを、まあ、もちろん今ね、お二人もそうで今のバイク乗ってますから。で、まあ、前からこの前もちょっとレカティアの時に説明しましたけど、レースのシーンでさえ下を使ってきたっていうことなんです。でそれがなんでそんなことができるのっていうのが、昔と今が何が違うかっていうことですね、ちょっと説明をします。まあ、難しいです、はい。まずじゃあね、高回転高出力型エンジン、はい、これなんだか分かります？何のことだか。高回転に、回転数を上げたときにパワーがより出る、うん、そうですね、うん。まあ、例えば、はい、こうピストンがあって、はい、でクランクがあってこう回りながらこう上下しながら、はい、ここに燃焼数があって、うん、このパワーでぐるんぐるん回りますよね、はい。でこれが、ね、1回に出せる力というのが、例えばよ、はい、これが例えば 10RPM、うん、これ1分間に10回回るっていう、うんうんうん、ね、これで例えば、そうですね、これが例えば、10馬力とかしますよね、はい。でこれを100にすると10倍になるから100倍ですね、はい。まあ、100だとちょっと早く1馬力をした方がいいかな、まあ、何にしても、はい、その1回に出る力というのが決まってるから、それを、10倍回すと10倍、まあ機械損失があるからそのままイコールにはならないんですけど、うんうん、でそうすると回転をたくさん回せば回すほど、はい、エンジンパワーが出てくる、そうですね、ね、はい、という当たり前のことのようですけど、うん、でこれはよくあるんですけど、こうやってエンジンパワーというこういう絵見るんですよ。そう、こうなっててね、はい、これは、例えばこの辺り100馬力だとすると、はい、ね、こっちが、まあ、例えばこの辺が1万回転、うんうん、でそうするとこれが例えばこの辺の3000とかだとこれしかないですね、うんうんうん、これしかなくなっちゃう、うん、なんでこんなにパワーがなくなっちゃうのかな。そうですね、うん、なんでですか、うん、それは一つ難しいのは、うん、エンジンというのは、はい、エンジンというのはですね、ここまではちょっと本当に今日終わんなくなっちゃうな。まあ、多分視聴者の皆さんすごく気になるところですね。ここにピストンがあって、はい、でここにクランクがあって、はい、でこれはこういうふうに回ってますよ。でこれが
例えば、こっちが吸入側でこっちが排気バルブ、はい、でバルブというのは燃焼室があってこの中に回り物があって、はい、この中にこういうポケット型というバルブが入っていて、うんうんうん、これが上に引き上げられていると中の内側ですけど、はいはい、上に引き上げられていると、密閉されている、うんうん、でこれが下へ顔を出すとここに隙間があって入ってくる、うんうんうん、もしくは出てくる、はい、だからね、はい、これがこの、はいはい、というこれを繰り返すわけです、はい、機械で。でここにカムっていうのがあって、はい、ここにこれがあって、まあ、例えばチェーンで回したりとかしながら、はい、このカムというカムというカムというこういう少しこう変身しているものがあって、はい、これがバルブを押すから、うんうん、ね、これが回ってきてこうなってつくと、これは元のこれスプリングについてるから、うんうん、でこれが上下動する、うんうん、とこれがあんまり速くなってくると、はい、もう追いつかなくなっちゃう、機械的に追いつかない、うん、それからこれもあんまりスピードが高くなってくると、はい、最後は油がついてるとかで焼きつくかもしれない、うんうんうん、いうことがあるんで、例えばこれを、例えば今までだったら、うん、その例えば 500cc×2 だったのを 250×4 にすると、はい、そうすると1個がまたちっちゃくなるから、うんうん、そうすると2万回転回せるんじゃないかとな、うんうん、でどんどん行くんですよ、うんうん、どんどん行くんだけど一つね面倒くさいことがあるんです、はい、これね、まあ、あの燃料が、まあ、霧になって一緒に入ってきて、はい、で燃えて排気ガスになって出てくるんですけど、はい、基本これ気体、空気という気体なんだよね、はい、で気体のややこしいところは、はい、ギュッてやると圧縮されると、はい、まあ、バネになったりとか、はい、でヒュッてやるとマイナスになるとそこにシュッていったりとか、はい、いわゆる圧力によって動きができちゃう、うん、もうそのまんま板通り動いちゃくれない、うん、で高回転になればなるほど何が起きるかっていうと、はい、次のやつが入ってきて、はい、次のやつが出てくるっていう時もあのその感覚がどん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 ずれていくんですよ、うん、普通にやってると吸って入ってきて、うん、でそれから圧縮をしてっていう、うん、そのフォーサイクルの、はい、工程でいうと吸入をしました、うん、で圧縮をします、うん、で爆発してまた下がります、うん、それから今度上がっていく時に排気が出てきます、うん、いうその工程をね、そのある程度その開けた時に入って、はい、で爆発した時に、後で上がっていく時にバルブを開けてるでは、うん、もう間に合わない、うーん、ってことはある意味早く、あ、ごめんなさい、どんどん遅くしてるんですね。で、うん、極端なこと言うとこの吸入バルブと排気バルブが開いてる時間がこういうふうにかぶっちゃうぐらい、うん、こんなことが起きるんですよ。こんなことぐらい。カムがずれてることによってあれですよね。そうなんだけど、それがこれが要するにまだこっちがインレットが、うん、排気がまだ閉めてないのに急に入ってきちゃう。そうするとこれがこっちへ出てっちゃうかもしれない。が出てっちゃうんですね。というとこういうことが起きちゃう。つまり一番いいところに合ってるから。スピードが起こってくると実はこれがどん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 弊害になってきて、うん、パワーが出なくなっちゃう、うん、そうすると例えばマフラーが、うん、なんであの排気管っていうのがいろんな箱がついてるかっていうと、うん、あそこでこの圧力をある程度 かけてあげられる、つまりそのままスローンと外で出てかないので、うん、今まで出た排気ガスが中で溜まってるんですよ、後ろに。抜けが良すぎるのを防ぐ。そう分かってますね。ちょっと勉強しました。勉強したというのを、それで、バウンドする、要するにこう、うん、圧縮されたバウンドするっていうのを使って、うん、こう無駄に抜けないこととか、それから中にはマフラーにこう開けたり閉めたりするバルブをつけて、うん、で、そのマフラーの容量を変えて、うん、であのこれが出てかないようにしたりとか、うん、何かっていうとつまりここのパワーは出るけど、うん、ここをもうちょっと上げようねというための技術がいっぱい出てきて、はい、うん、中にはこのさっき言ったカムのタイミング、はい、これを、低い回転でいいエンジンのカムのタイミングと、はい、高い回転のエンジンのいいカムのタイミングに途中で切り替えちゃう、というものまで出てきて、
という歴史がいろいろあるんですけど、最近は、これもあるけれどさらに、インジェクションといってキャブレターじゃなくてこうコンピューターが、燃料の、空気との混合比を管理するライダーの要求に従って、一番いいやつを出すっていうのがものすごく細かくできるんですね。で、同じようにさっき言った点火時期というのもそれで管理できる。なので、でさらに、排気ガス規制でどん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 燃焼室が、いわゆる容積的にはちっちゃいものになってます。で、それも含めて火炎電波も良くなって、っていういろんなことがどん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 良くなってきて、で実はこの取り組みでいうと今まではこうだったのがもうエンジンのその駆動力でいうとこのぐらいになっちゃったのね。でこの辺全然、これはパワーじゃないですか、トルク、こっちのあれだったら今までだとこういうトルクかな、それがこうなってきて、でこういうとこを使うと、カーブで実は、路面に噛みやすいということなんですね。というふうに、あの工業高校の先生みたいなことやっちゃったけど、あのいわゆるね、ライダーとしての、あの意見というか、ここにもうちょっと、どうですか、宮城さん、原田さん、加えていただくといいかな。いや、勉強になりました、本当に。でも、いや本当にね、その一つ一つ の, その基本的なそのエンジンのコアストロークと、あとカムタイミング、まあ、そういったそのデザインも含めて、やっぱり根本さん、今 の, その電気技術の進化っていうのは、ね、今もおっしゃいましたけども、本当にすごいことになりましたね。インジェクションや、あとは点火タイミング、もちろんそのスパークの強さもありますし、そういったところ複合的にやっぱり本当に物が良くなったって感じがしますよね。まあ、というところ で, で、まあ、こういうことができるようになりました。で、実は今日実は話したいのはこういうことではなくて、一番言いたい話はですね、さっきの、ね、3気筒の話も全部出てるけど、あのいわゆるカーブを抜けていくときに、どういうところを使っていくと、グリップがいいか、で、まあ、もちろんレースでさえということなんですけどね、レースで急ぎますから、急ぐ人たちでさえこういう低いところを使うわけです。なぜかというと、どうせタイヤでグリップできないから、ね、それとさっき言ったこういうコッティングといって爆発感覚が広い方がグリップができるから、いうのも含めてみんなどんどん低い方を使う。もちろんね、その200機のコーナーとか、あの普通の人がやんないサーキットのところがあって、それはまたちょっとね話は違うんだけど、あの皆さんに近いヘアピンとかいうところをモトキティが走ってる時なんかを見てると、やっぱりぐーっと下がって、で普通だったらギア落とさないのっていう皆さん、昔の人だったら、この人同じギアで行っちゃうんだって、エンジンかけてゆーっと下がっちゃうんで、でそこからぶわーっと上げていく、なんでもっとキープ使わないの、でもそこ使ったら低い速度でキープなんか使ったら絶対ホイールスピンするんですね。そうすると、まあ、そこ前はそこをアクセルでこう管理してたんだけど、それだと、まあ、この前もちょっとタイヤでやりましたけど、路面にベラッとくっついて、で蹴ってくっていうことができないんですよ。でそこがね、今の、なんていうかな、今のバイクの乗り方の違い、決してその、中速がペタレではないよっていうのも含め、ぜひね、その辺が理解されるといいですよね。なんかここがどうしてもまだまだ理解されてないかな。そういうことをちょっとこう気にしながら乗った時の、まあ、バイクの楽しさっていうのがまたこう一つこうありますよね。なんか楽しみ方のファクターとしていいと思うんですよね、エンジン の, そのフィーリングで。さっき言ったみたいに僕なんかはどっちかというとガンガンエンジン回してましたけども、意外に確かに下のこのエンジン特性を使うと本当にその車が安定する、タイヤがトラクションが生み出す、まあ、そういったところをこう体感することによって、まあ、乗り方のバリエーションが増えるっていうのも一つ楽しみかなと思います。原田さんはどうですか。そうですね、やっぱりその、まあ、皆さん分かりやすい例で言うと、多分鈴鹿の8体とかで試験の立ち上がりとか見てると、もう本当に立ち上がってスピードが乗ってないのに多分4速ぐらいまですぐみんな引っ張ってくるんですよ。やっぱりそれって
その下の回転からこう上がってくる重心を使いたいってやってるんですけど、そこ高い回転でいくと野本さんがおっしゃったようにリアタイヤが滑っちゃうので、うん、なのでそういう走り方を覚えると今宮井さんが言われたようにバリエーションが増えてくるので、うん、いろんな応用が効いてくると思いますね、うん、はい、まあ、あのそういう技術が今のオートバイの、最新型には、うん、まあね、トラクションコントロールもそうなんですけど、うん、まあ、この今、ね、先週も出てきましたけど、はい、こういう、ね、谷川レーの V2、V4 両方あります、はい、どのバイクもそう、他のメーカーもね、いろいろ BMS 線とかいろいろ出してます、うん、でもうホンダもね、まだそれ、ね、これから実は試乗ができるんですけど、うん、あのホンダの CDR、トリプル R っていうのが 出たばっかりで、うんうん、そうですね、というね、そのどん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 新しいテクノロジーが今入ってます、うん、で含めて何が進化してるかっていうと、うん、その下のエンジン回転数の、うん、ね、皆さん、ね、原田さんもそうだけど、はい、一番この下のところの下が使えるじゃなくて、もうそこのさっき言った、ね、あの原田さんが気にしてるドン付けも含めてそこのところの管理もしてるんですね。もうびっくりするぐらいワイドレンジのエンジンを今メーカーは作ってきてますよ ね下が使えるんじゃなくて、ね、うん、下が使えるとかいうことじゃなくて下を使う前提で、そうですね、そこのすごいニュアンスのところ、そこがさっきもあの原田さんも言ってみたいに、そういうところのニュアンスが全然いいんだよね、前に比べて。そうですね、あの、まあ、もちろんスロットルボディのフライバイワイヤー、まあ、そういったところも含めて本当にその使えるようにしてきて、まあ、むしろ使ってくれっていう話ですよね。そうですね、うん、今フライバイワイヤーとか言ったけど、こういうのはさ、うん、前はこうワイヤーでこう吸気をこう、ね、どんだけエンジンするかっていうのを動かしたの、うん、今はもうあれだから無線だからね。へ、根本さん、こういう、はい、昔はもう何でもかんでもアクセル全開が偉いと思ってました僕今違いますよね。開けてもフライバイワイヤーで車体側はアクセル開いてないですもんね。そうね、ね、開けてるつもりになってるだけです。そう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 、その通りね。いや本当にあの根本さんがずっとおっしゃってるところをメーカーも、まあ、大事にして本当にその使えるようにしてきてるっていうのはすごいなと思いますね、うん、そこがね、ぜひ、まあ、今までと違って、なんとかな、進化をしてきて、なんとかな、ハイパーワーに見えるけど、ちょっと違うんだよっていうところがね、ぜひ理解されるといいなと思ってます。僕らのところにもよく質問で来るんですけど、こんなにパワー出てどうすんのよ、いらねえじゃんって、あるんですけど、僕もね、実は正直言うと、あるところまでは、もういいかなって思ってたんです、うん、危ないしさすがにもういいかな、膝もすったりとかやってきたけどもういいかなと思ってたんですけど、こういう進化になってから、うん、いやー生きててよかったみたいなぐらい、うん、その分かってくると、しかもさっき言ったみたいに それも使えるよじゃなくて、うん、そこを一生懸命開発してるんだよね、うん、そこが良くなってきてるのがどんどん分かってきて、でそれを使えば使うほどそのリスクなく楽しめる、うんうん、一番ね、あれなのはレースもそうなんですけど、うん、余計なこと考えないでコーナー走ってるのが一番いいんですよ、うんうん、前回も言ってはりましたもんね、はい、その余計なこと考えずに走れるのがちゃんと集中、本当にしたいポイントで集中できるからいい。で飛ばすのもそうかもしれませんけど、ゆっくり走るのも含めて、うんうん、やっぱりこうなんとかな、ドキドキ、変な意味でドキドキするんじゃなくて、うんうん、こう気持ちがこう高まるっていう、ね、うん、そういうその乗りやすさってやっぱりすごい大事で、うん、これは人間の感性にどれだけモーターサイクルが近くなってきたかっていうことだと思います、はい、ということはそのご質問であったその最新型の低い回転機は昔のバイクとどう違うのですかという答えとしては、まあ、今はむしろ低い回転機を使おうっていうな、新しい乗り方って言った方がいいですね、もしかしたら。はい、解決されましたでしょうか。は
はい、皆さんもね、あのネモケンさんに聞きたいことがございましたら遠慮せずに送ってください。ハッシュタグネモケン CH、 ネモケンチャンネル、ネモケン CH をつけてツイートしていただきましたらスタッフの方がきちんと確認しますので、どんな疑問でも構いません。どしどし質問してください。はい、そしてですね、なんとここでプレゼントのお知らせです。はい、はい、こちら、はい、マフラーや削り出しパーツで有名な大阪の K ファクトリーさんから視聴者の皆様にプレゼントをいただきました。なんと番組のロゴ入りの新型コロナウイルス対策グッズスナップ2020です。はい、こちら番組のロゴが入ってますね。はい、こちらですね、実はこれ K ファクトリーさんが医療関係者に1万本無料配布して話題になっているアイテムです。ドアの持ち手やエレベーターのスイッチなどをなるべく触らずに操作できるアイテムで、少しでも新型コロナウイルスの感染を防ごうという思いで制作されました。こちら欲しい方ですね、ツイッターアカウントアットマークライドアンダーバー、はい、下に出てますね、今下に出てます、皆さん分かりますか、下にアットマークライドアンダーバー、はい、でフォローしていただいてハッシュタグネモケンプレゼントをつけて番組の感想をツイートしてくれた人の中から抽選で20名様にこちらをプレゼントいたします。でね、はい、K ファクトリーさんが、うん、医療関係に、なんと1万1000個だっけな、うん、をメタリックがすごくプレゼントしちゃったっていう、はい、もうコロナの中でいうと、まあ、我々、まあ、音楽業界でいうと、うん、こういうところで実は、うん、えそういうところで貢献できてんだっていう意味で、まあ、我々としてはすごく誇りなんですけど、うん、はい、もうすごいすごいですね。 こちらあの QR コードがついてるんですけれども、こちらの QR コードを読み込んでいただきましたら使い方が書かれておりますので、あの当たった人はこちらの QR コードを読み込んでみてください。頑張ろう日本ということで、はい、皆さんもうちょっとなんでね、我慢して、はい、みんなで新型コロナウイルス対策をしましょう。はい、はい、当選された方にはダイレクトメールでお知らせいたしますので楽しみにしていてください。ちなみに今後はバイクに関するイベントや壮行会など皆さんと交流できるスペースとしてライドハイを立ち上げる予定です。こちらに関してのお話も次回以降の番組内でお知らせできるかもしれません。はい、いろいろ皆さんからもいいレスポンスいただいているので、うん、まあできたらこういう新しい形で、うん、イベントをやったりとか、まあね、なんか走る場所をみんなで共有したりとか、うん、ね、これはもう宮城さんとかね、原田さんともずっと話してたんですけど、はい、ね、なんかこうなんか盛り上がるのが欲しいよねというところで、そういういろんな活動のそのコアになる部分としてこのライドハイっていうブランドをちょっと作ってみましたので、うん、ぜひぜひこれからアロマのこれどうするか考えてきますので、はい、ぜひご期待ください。はい、これからの情報を楽しみにしていてください。はい、ということでそろそろ番組も終わりの時間になってきましたけれども、2回目、前回にも増してすごく濃い内容でしたね。はいはい、だいぶ飛ばしちゃいましたけど、はい、飛ばしました。はい、はい、宮城さん本日はいかがでしたでしょうか。はい、僕は大阪の K ファクトリー桑原さんからのプレゼントちょっと嬉しかったな。なんでかというと、まあ、そのマフラーだとかいろんなスペシャルパーツを作ってるメーカーさんなんですけども、うん、実はそのもう社長の心意気で、まあ、日中的には通常の業務をしなくてはいけない場合もあるわけじゃないですか、うんうん、実はそれ以外のところでもう社長自らなんとかその自分たちのできるモーター業界を代表してでも、うん、何かその役に立つようなことをしたいっていうその心意気ですよね、うん、なんかでそういうところでしかもその無償で先ほどから言ってた万単位の個数を作って、うん、まあ、医療機関にこうサービスするっていうのはなんていうのかな、僕も実は自分のフェイスブックでアップしたんですけども、こういう人が業界にいてくださることに対してのやっぱりなんかプライドであったり感謝であったり、うん、自分は本当に何もできない自分がいるんですけども、まあ、そんな中でやってくれてる人のことに対してすごく感謝があります。ですから今回これ出してくれたこと、まあ、この番組が根本さん2回目ができて、うん、そしてこういうふうな、ね、また賛同者が増えてきてくれてることに、はい、僕は本当に心よく、いやいや、もう本当にもう感激です。はい、ね、本当にありがとうございます。はい、また視聴者の皆さんもたくさん聞いてくださってると思うので本当にありがとうございます。ありがとうございます。ハッ
原田さん、本日はいかがでしたでしょうか。はい、僕はですね、去年使用したストリートトリップに今回取り上げていただいて、本当にいいオートバイなので、まあ、このコロナが、収束したら、皆さんぜひ一度販売店さんに行って、試乗してみてください。本当にいいバイクなので、まあ、そこで短気筒のエンジンシリーズとか味わっていただけるといいのかなと思います。あとですね、宮城さんもおっしゃってましたけど、その、桑原さん、今回医療関係者の方にいろいろこう提供していただいて、バイク業界も、少しでもその社会の力になってるんだなっていうのを改めて感じましたし、本当に感謝してありませんね。ありがとうございます。はい、そうですね、これもう本当にですよね、うん、メタリックのなんかかっこいい使い方。いやいや、まだね、多分まだ少しピンときてないのは、うん、これこの先僕らカスタムパーツやりますけど、ね、はい、これどうやって作れるかとかね、だんだん見てくると、はい、このバリュー価値が分かってくるんだな。いやなんでちょっと格好からするとね、こう小物で、はい、あ、なんかおしゃれだなかもしれないですけど、うんうん、これいわゆる、ステップだったりとかチェンジペダルだったりとか、うんうん、スペシャルのブレーキレバーだったりいろいろあるじゃん、うんうん、ね、安くない、知ってるよね、知ってますというやつですよ、これ。お、1万本、そうです、そうです、すごい、ということなんで、まあまあ、これはもうね、まあ、変な話、オートバン乗りしか分かんないバリューなんで、病院関係の方々が、ああ、これカスタムパーツだって思ったかどうかはちょっと分かりませんけど、でも本当に誇らしいですよね、まあね、うん、このクオリティ感、質感というのはぜひぜひ、うん、ね、今日はいろいろやってきましたけども、はい、私ももう3気筒の話がすごい残ってすごい乗りたいなっていう、はい、根本さんの話とかね、宮城さんとか原田さんの話聞いて、さらにちょっとバイク力が高まってまいりました。はい、根本、はい、さんは今日どうでしたか。2回目終わり、そうですね、もうすぐ近づいてますけれども、ちょっとさっきの、まあ、エンジンの回転とか難しいことがあって、うん、まあ、世の中にはツーストだったりフォーストだったり、まあ、いろんな形があって、そういうそのハードあるんですけど、まあ、全部分かる必要ないです、分かる必要ないんですけど、でもなぜそうなのかっていうのはどっかの部分で分かってると、多分例えば皆さんがここはどうしようかなと思うときに、いやいや、それをやっちゃダメ、なぜかちょっとこれでいいんだからとかいうことの判断の材料になるんで、まあそういうことを含めてこれから皆さんと一緒にね、このオートバイに乗るときに何が楽しくて何が、まあ、リスクがなくてということをもっともっとお伝えできればいいかなと思っています。構造を知っていることで安全に乗れるっていうのはよく聞きますよね。まあね、まあ、そんなにね、どうしても勉強勉強とは思わないですよただいろんな場面場面で、うん、僕よくライト君の記事とか書いてるんですけど、うんうん、皆さん時々ね、あんまり情報入れちゃうと、うん、こうなっちゃってカーブ行って、あれとあれとあれとこれをしなきゃいけないって曲がっていく最中に全部忘れちゃいますとか言ってるんですけど、無理な話なんですよ、うん、でやっぱり一つ一つブレーキのブレーキの操作の時に、それで、あ、これで自分は怖くなくできる、うん、ルインもそうで、こうやると自分はこれで怖くなくできる、これは絶対間違いなくこれだったらいつも同じにできるみたいなことが積み重なって、やっぱりね、怖くない、自信がある、で最終的にだから楽しいというオートバイの乗り方ができるんで、まあその辺ビシビシ鍛えますので、ぜひぜひ、ね、楽しみにしておきます。はい、はい、ではね、番組次回も日付は決まってないんですけれども、6月も番組配信をしますので楽しみにしていてください。緊急事態宣言が解除されてもう大丈夫だというふうになったら、外でね、実際にバイクに乗っていろいろチャレンジしていくっていう計画もしていますので、皆様ぜひお楽しみにしてください、はい、そして皆さんチャンネル登録お済みでしょうか。チャンネル登録よろしくお願いしますね。下のあと高評価などもよかったらよろしくお願いします、はい、番組へのご要望はハッシュタグネモケンチャンネル、ネモケン CH、 ネモケンチャンネルに、をつけてツイートしてください。はい、ということで本日はもうお待ちにあります、はい、大丈夫ですか、まあ、話足りない感じがすごいですけど、はい、ということで皆さんありがとうございました、はい、おやすみなさい。